番星になる虹の夢アイカツ始めます。これまでのアイカツスターズ、ヴィーナスアーク主催のアイドルイベントヴィーナスウェーブが開幕。アイドルに必要なファッションセンスとステージを競う、すっごくエキサイティングなイベント。そのステージでローラはなんとスタープレミアムレアコーデを手に入れることができたんだ。そしていよいよキララちゃんと私のステージが始まる。すごいすごいよローラ、今までのステージで一番素敵だった。こんな大きなイベントでスタープレミアムレアコーデを手に入れたとなると、ローラのアイカツランキングすごくアップするんじゃないかしら。火星のスタープレミアムレアコーデ、これで5つ目。光はもっと遠い空、願いは負けたりしない、本気の君を待ってる。見るもの全てが世界を変えていく、流れる気しつつ、アイドル自身のファッションセンスを競い合う。そしてステージパフォーマンス、どちらもアイドルにとってすごく大切なことですわ。エルザ様だからこそ思いつくイベントだね。ええ、その結果ローラがその才能を開花させた。小春、あなた手伝っていたんでしょ。うん、でもほんのちょっぴり。あれはローラの努力の証だよ。よかった、本当によかったね、ローラ。アイカツシステムに認められたわね。翼キサラギから受け継いだスパイスコードを自分のものにしたことで。一つ聞いていい？もしかしてこのイベントの目的ってスタープレミアムレアコーデを出すこと？だからすでにそれを手にしているリリーやマヒルには招待状を送らなかった。アイドルたちには常に高みを目指してほしいと思ってる。ただそれだけよ。ゆめ、すごかったよローラ、ありがとう。せーので、アイカーツ。キララだってすっごいステージ見せちゃうんだから、私だって負けてないんだからね。ゆめちゃんが一番なの。ふーんだ、今の見たでしょ、ローラちゃんのステージ、めちゃめちゃかっこよかったじゃない。まあね、でもね、ゆめちゃんはもっとすごいんだからね、さあよ。え、そうよ、からも言ってあげて、ゆめちゃんがどんなに素敵か。すももちゃん、あのね、うぎゃ、夏菜、すもも、勘違いしないで、捨てろ。なんて言ったって一番はキララちゃん。あなたたち、ふわふわドリームは知らないの？はぁ？だって、見たことあったら、キララちゃんのファンにならないわけないもん。何言ってるの？意味わかんない。どうしてみんな仲良くできないのかな。もう、いや。ローラもすごかったし、私も最高のステージ目指さなきゃ。あれ？ここどこかな？もしかして
になっちゃったのかな。ゆめちゃん、さあ握手してください。え、もちろん。神様に会った気分です。言い過ぎじゃないかな。でも、あなたはどうしてここに。みんな喧嘩ばっかりするから嫌になっちゃって、夢中で走ってきたらここに。ファンのみんなが喧嘩を。そうなの、さっきもすごい言い合いになっちゃって。私そういうの苦手だから。どうして喧嘩に。誰が一番かって。あの、ゆめちゃんとローラちゃんもどっちが一番って喧嘩とかする。たまーにしちゃう。でもね、ローラと私は本当のライバルだし、すっごく仲良しだよ。本当のライバルって？そうだな。私はいつもローラを頑張れって応援してて、で、ローラが頑張って今日みたいに素敵なステージをするじゃない。うん。そしたら私も頑張ろうって思うんだよね。きっとローラも同じことを思ってると思う。ゆめ。あ、すみません、あの、ゆめは。ああ、今発声練習とストレッチしてるはずよ、バックステージで。そうでしたか、失礼しました。あなた、さっきのステージとっても輝いてたわよ。ありがとうございます。それを見たゆめもすっごく張り切っちゃってね。きっとゆめも素敵なステージを見せてくれると思います。アイカツって楽しいことばかりじゃなくって、たまに落ち込んだりもしちゃうんだけど、そんな時ファンのみんなの応援が私たちを元気づけてくれるんだよ。そうなんだ。だから私もサーヤちゃんと同じ、みんな仲良く応援してほしいな。私たちもゆめちゃんとローラちゃんみたいにお互いに頑張ってって応援しないとだよね。私みんなに話してみる。待って。え、すっごくいいアイデア浮かんじゃったね。私に任せて。よし、そうと決まったら準備準備、急がないと間に合わない。失礼します。どこ行ってたの？そろそろ。風上さん、ちょっとご相談したいことが。な、何？そのキラキラの瞳、またよからぬこと。お願いします、手伝ってください。何？何なの？いや、失礼します。ゆめ、いるの？探してたんだよ。ローラ、ちょうどいいところに来た。え？みんな、次はキララのステージだよ。キララだけ見ててくんないと。ねえねえ、キララの白 T コーデはふわふわモコモコ、このハート型のワッペンかわいいでしょ。かわいい。きっとゆめちゃんのコーデの方がすごいんだから。ふーんだ、忘れたの？ローラちゃんのはめちゃめちゃかっこよかったでしょ。すっごくいいアイデア浮かんじゃった。私に任せて。そうだ、きっとゆめちゃんが何とかしてくれるはず。じゃあキララのステージ行っちゃうよ。キララ、絶対に負けないんだから。キララと見よう、ふわふわないい夢を。
私のコーデはこんな感じにまとめてみました。ローラのスパイスコードのかっこよさと、キララちゃんのふわふわドリームの可愛らしさをベリーパルフにトッピングしてみたんだ。どう？みんな間に合ってよかったわ。急にコーデ変えるとか言い出すから。小春ちゃんに背中を押してもらったんです。私が一番大切にしたいこと、みんなをキラキラ輝かせる、それがベリーパルフェだって。だからまったくイエーイ、かわいい。これがゆめちゃんのひらめきアイディア。わあ、ゆめちゃん最高でしょでしょ。うん、なんで？やっぱりダメだ。みんな、いつも応援ありがとう。今日はいつも応援してくれるみんなに感謝を込めて、私からお返ししようと思うんだ。お返し？ん？こっちから応援行くよ。フレーフレーみんな、フレフレみんな、フレフレみんな、フレーフレーローラ、フレーフレーゆめ。ゆめちゃんがローラちゃんを応援して、ローラちゃんがゆめちゃんを応援してる。そうだ、フレーフレーなんつーな。あ、そうよ、フレーフレーなんつーな、フレフレなんつーな、フレフレなんつーな。ゆめちゃんが私を応援してくれてるの。フレーフレーステラ、フレフレステラ。ハラちゃんが私の名前を呼んでくれてる。飲ませて。フレフレスモモ、フレフレスモモ。フレフレゆめちゃん、フレフレローラちゃん、フレフレキララちゃん、フレフレゆめちゃん、フレフレローラちゃん。これから私のステージだよ。みんなの思いを乗せて、虹の夢、行きます。
さて、結果発表です。第3位は虹の夢。続いて第2位は花園キララ。そして栄えある第1位は桜庭ローラ。始まる前はゆめちゃんとキララちゃんが一騎打ちと勝っている人がいたけど、結果はローラが優勝だね。ええ、でもみんな素敵なドレスでしたわ。その中でもふわふわドリームが一番。まったく、何やってるんですの彼女のキララさんは。よかったね、ローラ。さて、最後はヴィーナスウェーブを主催したエルザ・ポルテがご挨拶をします。結果はこのようになりましたが、今回出場してくれたアイドルたちはもちろん、皆ますますアイカツに励んでくれると思います。皆様、これからもその活躍を楽しみにしていてください。ローラ、優勝おめでとう。それと、エールの交換手伝ってくれてありがとう。ううん、ファン思いの夢らしいアイディアだったね。うん、うまくいってよかった。よくないの。お、キララ負けちゃって悔しいの。次は絶対に負けないんだから。キララ、うん、少し落ち着きなさい。エルザ様に叱られた。キララ自分に命なの。ローラ、手伝うよ。小春、ありがとう。今日の優勝は小春のおかげだね。ううん、ローラの努力と頑張りがアイカツシステムに認められたんだと思うよ。小春、ゆめちゃん、みんな仲良しになれたよ。本当？よかった。じゃあ早速、みんな、ゆめちゃん、宝探しだって。嘘、本当に？楽しいのが一番。次回
アイカツスターズ